広島市立元町高校競技カルタ部を訪れた阿部さん。畳の上の格闘技と言われるその迫力に圧倒。全神経全集中スピード対決、イエーイ。かわいいノリが伸びがかわいい。その対決とは何すかこれ、叩きづらこれ。用意したのは満点ママ MC 陣のカルタ。名前を読み上げられた札を早く取った方が勝ちという反射神経のみが試されるシンプルな対決です。これなら阿部さんもこれはチャンスあるんじゃないですか。懸念はこんなまっすぐ見つめられてうらーって叩くのが一番心苦しい。古澤さんだけは叩けないです。田中さんのことがうらーっとできる、はい、冗談ですよ。これは負けられんすね。ちょっと対戦相手は3年生の前場さん。先に2本取った方が勝ちとなる3本勝負です。さあまずはお互いに深く一礼から始めるのが競技カルタの基本。注目の一戦目です。棚田、おっとこれはどうですか、今どうですか。リプレイを見てみましょう。棚田と呼ばれた瞬間、先に札を取ったのがなんと阿部。躊躇なく棚田アナの札を叩きました。ありがとうございます。これなぜかというと、これはパッと見たこの顔ぶれ見ました。カナダさんしか取ろうとしてなかった。でなぜかというと、カナダさんが一番叩きやすかった。タナダさん本当にすいません。叩きやすいタナダさんの札に山を張った阿部さん、その作戦通り見事1本目を勝ち取りました。しかしこれで県大会覇者元町高校の前場さんに火がついたようで。これが王者の意地、美しい払いですね。計測したところ、読み上げから動き始めまでなんと 0.2 秒。これは早いです。あまりのスピードに阿部もさすがに笑うしかありません。ちょっと待って、今のやばい。今の日本選手の3本勝負、ここまで1勝1敗。次の一手を制した者が勝者となります。強敵を前に阿部、またしても山を張るんでしょうか。最終決戦、最終決戦。マジか。一瞬の出来事、それではリプレイで見てみましょう。読み出しとほぼ同時に動いた前場さん、阿部も反応しましたが全く及ばず、そこにもう札はありません。悔しがる阿部、思わず畳に崩れ落ちます。やっぱ早いっすね。で僕がやっぱり競技カルタの競技者に勝つにはもう山張るしかないと思ったんで、山張ったんですが、それでもダメでした。サイネンさんを叩こうと思いつつ、田中さんをずっと見てました。すごいめっちゃ早かった、本当にカルタの試合みたいな。あ、そのぐらい感じました、はい、もうめっちゃ早くて、入ってほしいです。おあ、本当素質あると思います。素質ある乾杯です。ありがとうございました。様々な力を必要とする競技カルタ部、その最もきつい練習、鬼練とは。この部活動で一番きつい練習メニューってありますか。ワンコです。ワンコワンコ、なんすどういうこと。次回、阿部さん、ワンコで汗だくに。おお